甲子園クイズパート3。東京大会が東西に分かれてから3区の学校で最初に東東京大会を制覇したのは、答えはこちら、聖職学園。3区の学校で最初に東東京大会を制覇したのは聖職学園。1986年に優勝しています。さあ今年は、チームの目標が甲子園出場で、個人の目標はチャンスで打つことです。最後の夏なので、監督やコーチやお世話になった人に恩返ししたいと思います。チーム目標は甲子園で、自分の目標はロングヒットを打つことです。やっぱ甲子園行くために甲子園を意識して一球一球全力で振っていきたいと思います。やっぱり初めての4番なので、やっぱチームに貢献できるようなロングヒットを打って、一戦必勝で頑張っていきたいと思います。つなぐバッティングを心がけたいと思います。2番バッターなので、送るバッティングじゃなく、自分も生きるようなバッティングをして、より多くランナーに出て、塁に出て、相手のピッチャーをかき回すような選手になりたいと思います。一試合一試合気を抜かずに、全力疾走、全力投球で一試合一試合頑張っていきます。初の甲子園から今年で30年、そろそろ甲子園に名門復活なるか。自分がここまで成長できたのも監督やコーチのおかげなので、最後は恩返しで終わりたいと思います。